ップル超合金のお二人がね、はい、この作品のまあ12人目のメンバーに選ばれてもいいぐらいな気持ちでいるんですよ。本当ですか？そうですから、ありがたいですね。いや、この格好ですからね。そう、まあ、だとしたらキャラ被ってますけどですね。被ってバッタモンが追加されたんだって話になりますけども、ハレクイーンとジョーカーのバッタモンがくっついても、いや、コピーとかね、ダミーとかいろいろありますから ね。そんな中なんですけれども、カズレーザーさんに至ってはね、まずこのいい体、筋肉がすごいということと、あとメープル超合金というこのコンビ名がもうすでに強そうなんじゃないですか。おお、これなどういう経緯でこの名前、お名前を使う、コンビ名メープル超合金ですか。これ昔僕が飼ってたインコが教えてない言葉急に喋ったんですよ。急患長か、はい、こんにちはとかいろいろ教えてたんですけど、はい、全然喋んなかったんですよ、うん、で急にある日メイチョウゴキンって喋ったから、すげえ気持ち悪いなってなって、なんじゃこいつってなって、それずっと覚えてたんですよ。いや、なんだったんだろうあれって。まずね、なんだこいつ気持ち悪いっていうそれをつけちゃうあたり悪党ですね。いや、なった見た時に、うん、あの言葉をつけようと思って、なんで気持ち悪いと思ったんか。思い出してつけた、気持ち悪いと思い出してその名前つけちゃったと。なるほど、インスピレーション感じてんじゃねえよ。気持ち悪いに。でもね、もしね、このいわゆる悪党が正義のヒーローとして活躍するっていう意味合いもあるんですが、はい、もしお二人が正義のヒーローとなったとするならば、まあ、世の中をこうどう変えたい、何がしたいみたいなことってお二人あります？まあ、エコ活動ですね。エコ活動、ね、エコ活動なってたの。植林とか。植林もしたいですし、うん、まあ、水もあまり使わないようにお風呂入ったりとかしたいですし、はい、まあ、ガスも使わないようにはしたいですし。どういうこと？それ、あの、普段の生活でできることを。いや、それもう大変なことですからね、結構。そうなの。我慢しなきゃいけないですから、私が。はい、はい。よくわかんない。全然よくわかんなかった。ヒーロー。どういうこと？ヒーローになって。いいことをしてるっていう。うん、あ、まず、いいことをしてるっていうのはもうイコールヒーロー。まず大前提、カズレーザーさんがよくわかんなかったらみんなわかんないよ。俺今日一番近いところの方がわかんなかった。ナツさんってこと今日よくわかってないですよ。あ、なんかどういうこと？ナツさん今日挨拶の時みたいに緊張してるんですか？緊張してないです。なんなんですか？いや、でもね、じゃあちなみにカズレーザーさん、もしスーパイドスクワットのメンバーとあるならば、はい、みんな特殊能力持ってるんですよ。あ、レーザーさんがスーサイドスクワットのメンバーになるならどんな特殊能力が欲しいですか？特殊能力ですか、はい、やっぱなんか予知能力みたいなの欲しいですよね。あ、先が読めるという、はい、パッて見たら次勝つ競馬の馬の名前が光って見えるとか、なんかそういうんじゃない、なんかそれだったら最強じゃないですか。そういうんじゃないでしょ。一番最強じゃないですかあれが。最強、いやいや、また得意の笑顔でねごまかしてますけど、そういうことじゃないんですよ。特殊能力ですか、はい、いやでもなんか笑ったらなんかみんな幸せになるぐらいの能力が一番いいですよね。平和主義者か。か、幸せになれ、いや、遊ばなくていいんですから。何ですか、一人がエコ、一人が幸せにって、そんなコンビありますか。そうですよ。悪党集団の話してるんですけど、ね。そうか。じゃあ、なんか税金が安くなるみたいな能力。一番ありがたいやつ。なるほどね。一番全員ありがたい。そうそう。あれが一番。それでも国が成り立つんでしょ。そう。素敵な能力ですけれども。さて、この映画、スーサイドスクワットなんですけれども、日本語吹き替え版にお二人が出演されていると。はい、まあ、ちなみに私も映画見させていただいたんですが、字幕版を僕は見ているんで、お二人の出演シーン見てないんですが、担当プロデューサーによるとお二人ともとても上手だったと。本当ですか？これからもいけるんじゃないかというふうに言われてるんですが、ちなみにこちらの格好同様、ジョーカーハーレークイーンとアテレコということ、これいかがでした？お二人とも。いや、またジョーカーって難しい役でしたね。なかなかやりづらいというか、ハートっていうかその気持ち作るのに結構時間かかりました。いや、お前ジョーカーやってねえだろ。だあれ絵じゃないよ。めっちゃいいかっこいい。 あれ小安さんだ。これごめんなさい、あまりにかっこいい声だから自分だと思っちゃって。ちょい役だったでしょ。ちょい役じゃない。俺結構いい役ですよ。俺、まあ、ちょこちょこ、まあでもね、俺キラークロックっていう、あー出てくる、出てくる、結構いい役いただいたんですけど、なんかそのな、言ったらワニの男みたいな。そうですね、すごいムキムキの爬虫類人間みたいなやつなんですけど、はい、声がすごいこもってる人なんですよね、うん、しっかり喋ってないですね、はい、ワワワって声なんですけど、はい、だから僕吹き替えたんですけど、それもなんかいろいろ編集っていうか、うん、効果音みたいにつけてるから、うん、誰が喋ってるかほとんど分かんないですよ。誰でもよかったパターンですか。最後初音ミクでも成立したんじゃないかって。いやいやいや、全然違う声だって。それで違和感でしょ、初音ミクだって。全然声違うんですもん。機械音になっちゃって。トータルで自分が喋ってる感じ全然しないですもんみたいな。あれ、これ俺だったのかなみたいな。ちなみに夏さんは何役だったんですか、はい、クリスの妻っすね。あ、
じゃあクリスマスだったらほとんどないですねセリフね。ほんのちょっとですね。もうほとんどないです。もうクリスが誰っていう。クリスが誰っていう話。まず、ね、見た人でも多分ピンとこないぐらい。ピンとこないし、クリスの妻って言っても妻いあどのシーンどのシーンで。いやだから結局吹き替え版見ればナツさんを探せみたいな状況になるわけですよ。そうどこでナツさんが何回も見ていただいて話すかということで、うんはい、まあそんな中ね今日はね、はい、特にカズレーザーさん映画の中で音がかなり加工されてしまってるということなんで、はい、今日はなんと皆さんの前で生の声でセリフを披露していただこうかなと思ってるわけなんですね。じゃああの名台詞言っちゃっていいですか。映画の中で使われた名台詞をちょっと今日はカズレーザーさんに皆さん特別にここだけですよお伝えしたいと、まあ、実際であのお話しされたセリフなんですよね。あ、使いました。わかりました。じゃあちょっと僕が今コールさせてもらいますんでカズレーザーさんお願いいたします。それではカズレーザーさんの本当に映画の中で使われたセリフ言ってもらいましょう。それでは行きましょう。3、2、1、どうぞ。心配ないさー。このシーン覚えてますかね、あのシーン。舞台もう映画ですらねえじゃん。もう映画ですらない。え？生の舞台の。あれ大西ライオン大西さん、いや待って、まず本家なのかパクリの方どっちなんですかね。まずね、もちろん、ま、そこでグラグラもちろんパクリの方ですよね。パクリの方、本家だと思ったわ。いやパクリの方、劇団四季さんだった。ライオンさんスーセルスカート入ってなかったですか。入ってないでしょう。ライオンさん、あ、くしくも落ちたんですね。11人目のメンバーから。ライオンキングスーセルスカートのオーディション受けてないから。受けてないんですか。いろいろな大人たちのめんどくさい話になりますよこれは。向こうの方と、ね、受かったとしても心配ないさはないよ。ないでしょ。そんな使われないよ。ですね、いやカズレーザー本当のやついいですか。じゃあ最後に、あ、いいですか。本当のやつを、まあ、基本的に本当短い言葉しか俺喋ってないんで。わかりました、はい、それでは本当のセリフお願いいたします。3、2、1、どうぞ。ゲッツ。いやそれないでしょ。ゲッツなかったですか。いや確かにスーサイドスクワット何かしら何かをゲットしますけど、はい、そこはなかったでしょ。カットされちゃったんですよあのシーン。カットされたんだ。ジョーカー。カットされたんですね。カットされたのか、もしくはサンミュージック臭が強い。ものすごいサンミュージックの匂いがしてくるけど、ね、なんか吹き替えのなんかブーサイってシャレでゲッツってたら全然ウケなかったんですよ。全然ウケなかったんですよ。なんでウケないやつやっちゃうんですか。いやここで、うん、今回こそと思ったんですけど、いつもね、はい、そうね、次は次のゲッツは次のゲッツはで思ったんですけど、もうやんない方がいいですねこれ。そんなことないですけれども、ごめんなさい。でも実際ね本当にお二人が声優として活躍されてますので、はい、そのあたりも注目していただきたいと思います、はい。